困っております。どういう効果なの。こうちゃん困っております。はい、どうも、ゲームのくらつぶさきです。こうちゃんです。かまやです。本日はイタリア語のポケカやってみたー。うわー、イタリア語のポケカ。イタリア語のポケカ、はい、買ってみたはね、やっておきましたよ。おー、旅行でイタリアに行って大きめの書店入ってみたらね、売ってたんで、買っておきました。普通にお土産です。ありがとうございます、ポケモンカード。これ明らかにポケモンカードですね。すごいわ。カムラさんはポケモンカードやったことやったことがないですね。この2人は結構やってますね。我々やってるんでね、アカデミアロッターって書いてありますよ。そう、何か分かりません。なんだかわかんないですよ。学校なのかな。大体イタリア語ローマ字を見せれば発音できるから、発音はできるけどね。この先はね、お任せしますので。まあ一応開封動画なんですけどね、ゲームになりそうな言葉では確認してあります。ありがとうございます。多分ね、これすごいマイナーな人向けなんですけど、ここにこうエースバーンとポケモンですけど、これね、ソードシールドで対戦いっぱいやってた人は見たくない名前ですね。へー、これが出てくる。ああ、エースバーン出てきたわ。シンデレース。うん、そうそう。はい、じゃあやっていきますか。やっていきましょう。はい、いくぞ。はい、じゃあ早速開けていく。どうぞ。開けさせていただきます、このアカデミアロッターをね。おお、まだ甘いよ。黒いね。何これ。俺があれかな、プレイマットなんだよ。おお、なんかすごくちゃんとしたプレイマットが。おー、すごい。コジゾーンアーティバだから攻撃ゾーンとかなんかな。多分ね、バトル場ですね。バトル場ですね。まあ別に我々は分かんなくても何がどこにも全部分かるからあんまり問題ないんだけど。このマッツォってのが山札ですね。はい、そうそう、これ山札で、ピラーデグリースカルティっていうのが多分トラッシュですね。トラッシュですね、使ったカードのところですね。そう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 。で、このパンチーナっていうのが多分ベンチですね。5体まで置けるんですね。パンチーナっていうのね。で、カルテプレミオっていうのがこう、いわゆるサイドですね。サイドですね。これはね、最初に6枚置くんですよ、ここに。で、相手のポケモンを気絶させると1枚取れる。サイドにあるカードを全部、取り切った方が勝ち。はい、マジック・ザ・ギャザリングのサイドとかとは違うらしいです。そうさ。コサプイファレドゥランテイルトゥ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 の。多分ターンにできることなんじゃないこれ。トリノがターンっぽいね。ですが、ウナカルタ。これ絶対1枚カード引くだよ。ウナカルタ。全く自信ないですこれ。書いてあります。はい、まあ、痛い。じゃあ次行きましょう。痛いじゃないですか。これはじゃあ、はい。これはあれですね。これあれだ。多分内容セットですか。おお。まあこれがあります。こういうことやろうみたいな。これはそうだね。こういうことやろうが書いてあるから。こういうことやろう。一応これが予報。S1も何も読めません。何も読めません。本当に何も分かんなかった。マジで何も分かんなかった。これ S バーンのデッキが。S バーンのデッキがあります。で、ピカチュウのデッキがあって、イベのデッキがあるんだ。あります。はい。で、これが多分コイントスに使うんですかな。おい、でかいな。でかくねこれ。普通はもっと、いわゆる普通のお金ぐらいのコインのサイズでやってるね。コインですね。だってさ、普通のコインの大きさ知らないけどさ、でかいよね。だって超えてるものなのに。そうね、こんな感じのデッキですね。だからあれさ、普通にこれは多分スターターデッキみたいな感じってことですね。なるほどね。さあ、イーブイとエースバーンとピカチュウのデッキがあります。はい。そしてこれがダメージカウンターって言って、攻撃した時にダメージ何溜まったかっていうのを使ったら、はい、これをこう外していきますね、これじゃあ3つデッキあるから我々選択しなきゃいけないですか。これ確かに、やっぱコインで決めるか。コインで何で決めるの。コインで勝った方から好きなデッキを選ぶ。コインで勝つって何。じゃあ表と裏選んでください。じゃあ表ね。表出たらこうちゃんが好きなの選びます。はい、裏出たら僕が好きなの選びます。裏です。僕が好きなの選びます。どうしようかな。じゃあこのマツオ D ピカチュウをいただくぜ。おお。俺さ、これさ結構疑問なんだけど、多分視聴者皆さんの中にもピカチュウとエースバンでそんな張り合えんのって思わん。いや、確かに確かに。まあ、あえてイーブイって手はあるけどね。イーブイするか。じゃあイーブイやってみるか。ちょっと S バーンちょっとやっぱね、なんかね、めっちゃ進化してるし、はい、じゃあ開けます。はい、これ裏側アカデミアロッターかっこいい。本当だ。じゃあ開けてみますか。開けてみましょう。おお、すごい、ちゃんと EVV から出てきますね。これ、あ、こちらもピカチュウ V がいますね。 V っていうのはね、ちょっと強いんだよね。その代わり、気絶するとサイドが2枚取られる。ちょっと待って EVV のこの攻撃が80プラスあることが分かった。これね、
ダメージに何を足していくのかな、わからないです。80ダメージして何か増えるんだね。何か増えるんですね。はい、ポケモンカードはね、ポケモンのカードとこういうトレーナーズっていうこのカードとエネルギーカードっていうのが大きく分かれるんですね。でポケモンにエネルギーつけないと、技が打てないと。例えばこのレントラーはこのアルティグリートラ、トランティってのがあって雷エネルギーとなんか好きなエネルギーつけると90ダメージ出るというね、こういうだからこのエネルギーをつけないと始まらないと。というわけでこんな感じでやっていきますか。これね、これ衝撃の事実、みんなにこのデッキを見て、こう見てね、かわいいポケモンたちがいっぱいいるのかな、イベンデッキだと思うじゃん、このデッキなんと悪タイプのデッキなんですよ。悪タイプ悪タイプのデッキなの、これダークライとか、ダークライ色の EV デッキに、 EV デッキのダークライ色わけ。これ見て、このもうまず1体だけ、このこの無色タイプで、無色タイプ1体だけで他全部悪ですね。あ、てかこれ気づいたんだけど、これポケモンカードの裏の面違いますね。ほんと全然違うね、これ日本とは違いますね、これ違うね。楽しみだな、これやってみましょう。やってみますか。じゃあこれをカットする？いや、あ、これ折れてる。じゃあこっちから。はい。じゃあこう。はい。これはもうね、今さらってやったけど、これもよくやる。で、これで、ね、この状態でこう置いて、置いて、はい、始めます。マッツォに送んない？マッツォに。はい。お願いします。お願いします。最初はグー、じゃんけん。はい。先行ここ選びます。まあ先行かな。はい。はい、で、お願いします。はい、じゃあまず7枚山札を置きます。はい、最初7枚引くんですね。7枚引きました。はい、はい、7枚です。7枚ですね。はい、はい、7枚ですね。じゃあ見ます、はい、これをまず見ますと、見ますと見たら、見て種ポケモンってのがね、いるかどうか確認するんですね。で、まずポケモンを見るでしょ。僕はポケモンこれがいます。ところがこれファセ1、ファセ2って書いてありますね。これね、種ポケモンじゃないんですね。いきなりは場に出せない。僕もこれ、ファセ1、バセ1ということで出せません。はい、出せないときは見せます。見せます、こうやって。はい、いません。誰もでもいません。いませんね、と。はい、わかりました。わかりました。はい、はい、ないです。はい。じゃあ、片付けて、もう一回。もう一回、これね。もう一回でいきましょう。これ、いいルール説明動画になったなぁ。ほんとね。よし、でもう先行ここは決まってるんで。そう。7枚。はい。はい、7枚。7枚、はい。いないですね。いないですね。いないですね。ちゃんと混ぜたんですけどね。ちゃんと混ぜた。ちゃんと混ぜましたけど。はい、ないです。ないです。はい。はい、わかりました。そろそろ引きたいね。そろそろ引きたいね、7枚。7枚、はい。はい。あー、来た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 。いないですね。いないですね。ここにもここにね、こうベースって書いていたんで、これを出します。はいはいはい。で、いないですと。いないですね。はい。はい、じゃあ、戻してください。くそー、全然いねえじゃねえか。はい、7枚。はい、見てください。お、いた、いました。このベース、バスに行く、はい、これを置きます。はい、サイドを置きます。これサイドって言って6枚ね、裏にしておくんですね。これ分からない状態で、で、なんと相手を、相手のポケモンを気絶させると1枚取れるという有利な方がより有利になるという不思議なルールなんですが、はい、6枚あります。6枚あります。6枚あります。ということで、じゃあ自分は1枚。はい、1枚引いて。はい。はい。じゃあお願いしまーす。お願いします。赤、オリンク。キバニア。はい。はい、じゃあ1枚どうぞ。はい、じゃあ僕、はい、スタートしますね。はい。はい、シンクスっていうんだな、と、オリンクは。キバニアは、カルバーン派。カルバン派？カルバン派ではないですね。カルバン派ではない。カルバン、本当だ、めっちゃカルバン派っぽいね。カルバン派っぽい。予定説整えたらカルバン派かなって感じするけど。これは、じゃあ僕はこのエネルギーをね、はい、つけますと、はい。はい。エネルギーは1ターンに1枚だけつけられます。1枚だけ、その、つけますって言ってつけられる、うん。例えば他のポケモンの効果とかだったら何枚でもつけられるけど、うん、まあ、すごい良くない説明をすると、遊戯王における通常召喚ですね。ああ、はい、遊戯王における超通常召喚です。はい、そういうことでございます。はい、どんくらい分かってんの今。え、カードの内容とか。これはあ、コリンク、雷1個、ロシーチアベント、これ10ダメージ。雷となんかつける、
アーティグリエレクティチ20ダメージ。多分電気系の技なんでしょ。いや、これは簡単です。ここ今完全に分かってる。10ダメージの技。めっちゃ簡単。10ダメージの技と10ダメージの技と20ダメージの技しかありません。これ、このキバニアね、これこう、一見この、いや、エネルギーマークちゃうやんって思うんだけど、うん、これはこう無色エネルギーは、これはね、何でもいいよっていう。あ、そう。だからこの、悪とかでも、なんなら別に電気とかついても攻撃、うん、でもこれ、このコリンクは、この雷ってまず指定されてるから、これは雷じゃなきゃいけない。そうですね。はい。これ何？これってさ、効果ってさ、うん、調べていいんだけど、ダメじゃない？ダメか、ちょっとね、わからないですね。だって調べてよかったら日本語の持ってきたらいいじゃん。いやー、いろいろ、じゃあ、これで。あ、お段終わり？じゃあ、1枚いきまーす。はい、単位1枚いきます。ブレイクきました。じゃあ、シンクスに雷エネルギーつけまーす。はい、でね、これを使いたいんだよね。これを使いたいんですよ。でもね、意味がわかりません。すいません。とりあえず使うか。これね、サポートカードって言って、アルトって書いてありますね。はい、アルトか。これ、単純に1回だけ使います。アイウトかな。ほんとだ、うん。アイウトでした。アイウト。アイでした。アイウトでした。はい。はい。ディグリア・ボスチェ。虫捕り少年です、多分。これ何？これ、俺わかんない、効果。ペスカ・ドゥエ・カールテ、多分2枚カード引くです。まずね、うん。で、これ、あのね、わけからよくある、2枚引く、何々の条件を満たしていれば、もう2枚引くっていうカードなんですけど。ナジア・ウナ・モネタ、セ・エッセ・テスタ、ペスカ・アルトレ・ドゥエ・カルテって書いてあります。それペスカ・ドゥエ・カルテはいいね。これ2枚引く確定。2枚引く確定。ランニ・モネタ、セ・エッセ・テスタ、ペスカ・アルドゥ・カルテ。確かに、もう2枚引くだね。もう2枚引くだね。ここを読み解かなきゃいけないんだ。そう。この辺に書いてないか？なんちや。わかんないな、これ。セ・エステ・テスタ。そう、わからない。ウッサリ少年の効果を把握していないから。今回のルールですけど、使用する前に調べたらね、意味ないんで、はい、そこは2人の合意で決めてください。はい、もう2枚引くでいいよ。2枚、はい。はい、2枚引くね。2枚引きます。はい。はい、1。おおおお、はい。そしてこれの真の効果はこの中に種ポケモンがいたら2枚引き。おお、どう？違います。いや違う。1枚トラッシュするならもう2枚引ける。あー違います。正解は正解言ったらできません。はい、もう2枚引くで固定しました。はい、わかりました。コインを1回投げ、表ならさらに2枚引く。うわー。ランチやウナモネタってこれだったのか。あー、なるほど。あ、マネーってことかな。あー。ありがとうございます。というわけで2枚引きました。次。どれかな、これを。あ、次をこれを置いて、はい。次。メガボール。来た。これでも効果知ってます。はい、山札を上から7枚見る。その中のポケモンを 1匹、手札に加えることができるんです。はい、これスーパーボールよく使うんで。はい、あ、これは合ってるんだ。合ってます。と俺は思うけど、はい、どうですか。いや、こうちゃんがいいって言えばそれで。一応調べて、はい、合ってます。合ってます。やりたい。こいつを手札に変えます。え、このカード強くない？このカード強いですよ。相手に見せたらね。はい、ピカチュウ V、 ほら、手札に加えます。で、他の山札は山札に戻して切るんですね。ピカチュウ V の効果とか、まあ知らねえ。まあ知らないね。これ何？これそんなあんのかな、ちょっとわかんない。はい、何枚しますか。はい、あ、これもね。これもね。これこうコロナ禍時代のシャッフル。シャッフルして、僕がね好きなカード上に持ってこられるかもしれないんで、うん、じゃあ何枚ですかって聞いて。じゃあ3枚。上から3枚こうやって下に置いて、好きなカードこうやって置くっていうね、あるんですね。じゃあピカチュウ V ベンチに出します。はい。ベンチにはいくらでも種ポケモンなら置けます。そう。でもベンチに置いたターンにすぐさま進化はできます。そう、はい、じゃあ技使うぜ。はい、ドシチアベント10ダメージ。10ダメージ、はい。はい、はい、ま、技使ったら番が終了します。はい、じゃあ僕の、はい、僕の番ですね。はいはい。ホップ。ホップ出た。ホップはね、これ3枚引く。これはね、めちゃめちゃ簡単。ペスカチュリーカルテ。おお、はいはいはい、おー、なるほど。これはね、
あのスターターデッキとかだとめちゃくちゃ貴重なドローソースになるんですけど、あんまりガチデッキには入らないという。3枚も引けるのに、これ遊戯王だったら2枚引くだけで禁止カードなのに3枚引いて弱い。そう、もっとね、博士の研究とかね。そう、博士の研究、自分の手札全部捨てて7枚引けるそう、いや、イカレカードマジで、イカレカード、本当に。じゃあ僕も EV、わ、出た、EVV。あと EVV のこの上の効果まだちょっと使えないんだけど、はい、読むとペスカチュリカルテって書いてある。あー、山田3枚引くやん。3枚引くんですね、これね、技でね。で、これも出しとく。はい、ジグザグマ、ガラルジグザグマ。はい、でこれのね、この効果は全く分かんないですね。全く分からないカード来ました。全く分からないカード来ました。じゃあこれに EVV につけときますか。お、 EV かわいいのにアクエネルギーがついていく。はい、アクエネルギーつけときますね。で、これどうしようかな、まあ、メガボールで使っておきますか。お、メガボール、メガボール山札を上から7枚見る。はい、その中からポケモンを1枚手札に加える。残りのカードは山札に戻して切るですね。はい、じゃあこれで、はい、お、キバニア、はい、はい、まあ、今これしかなかったんだけどねあんまキバニアを加えたいと思わないでしょ。そういうやつあるんで、はい、そう、このスーパーボールはね、ハズレがあるんですね。時にはもうポケモンが1枚も来ないって次があって、その時はいませんっつってもらいます。はい、3枚で、はい、じゃあ僕はじゃあこれでモルソー、モルソーで10ダメージ10ダメージ、はい。これあのちなみにあの最初の僕の番の時攻撃しなかったら、一番最初の番は攻撃できないと思います。そう、はい、まあ、じゃあそれができるならね、それできたらね、そうそう、一瞬で勝ったりする、一瞬で勝ったりする、はい。じゃあ1枚いきまーす、はい、しゅ、お、なんか来ました。ヤンパー、体力70、モールソーありますよ、モールソーなんだろう、噛みつくかな、噛みつくっぽいよね。キバニアとワンパチでしょ、モールソーとディナモカルチオ20ダメージがあります。うん、そうだな、じゃあね、これちなみに今の手札ね、やばいんですエネルギーが多すぎです、これ、やってもいらないです。あの1回の番にね、1枚しか投擲つけられないですからね。じゃあこのシンクスに雷エネルギーをもう1枚つけるぜ、うん、そしてアルティグリーエレトリーチ20ダメージ多分なんか電気ショックとかそんな感じでしょう、多分多分。あー、これやばいですね、もう今これ次の攻撃で、はい、倒れちゃうんで気絶進ますよ。はいはい、挽回します。はい、いきます。あんま嬉しくないですね。あんま嬉しくないからね、かなり嬉しくないですね。じゃあ一旦に一回このここに右に書いてあるリティラーターというこの逃げるっていうのね、やるとね、エネルギーを例えばこのワンパチだったら1個トラッシュするとバーッと、そう、ベンチに帰って他のポケモンを出すことができます。メガボールかな、メガボール、効果が分かってるカードのありがたさよだってもう絶対分かんないもん、こんなの。いや、ほんと分かんない、マジで効果が分かってるカード。うわー、これどうしようかな、これちょっとね、悩ましいが、うん、これかな、これで、はい、はい、おー、ゾロは、はい、ゾロは分かりますね。はい、残りはシャンプル、はい、はい、じゃあ2枚で、はい、あ、また、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、2枚で、はい、いやー、これも効果わかんねえ。わかんねえ。わかんねえ、勘で打つしかないよ。いやー、これどうでしょうか。まあ、じゃあ、ゾロはお待たせします。ゾロはね。はい。ゾロはお出します。ちょっと待って。困っております。どういう効果なの？おーちゃん、困っております。じゃあ、ちょっとここ、トリッキーなことするか、ちょっと。お、じゃあこのエネルギーをゾルアにつけます。おー、ゾルアにつけた。で、キバニアをエネルギーを、はい、1エネルギーで逃げました、消費して逃げまして、こいつを出します。お、EV だ。で、技としてタッサー、タッサは3枚カードを引くです、ね、おー、ベストラトリカルタですね、これ全くホップと同じ。そうだね、はい、引きます。はい、で、番が終わり、で、番が終わり、はい、じゃあ1枚いきます、はい。これはまだ使えないですね。これすごいな。とりあえずピカチュウ V に雷エネルギーをつけさせてもらうぜ。お、で、アルティグリーエレクリティ20ダメージいや、20ダメージ入っちゃった。ちなみにこの V が気絶すると2枚
来てるんですね。あ、 V ってちょっと強力だから。強力なんですよ。そう、はい、じゃあいきますね。はい、はい、てか体力も HP じゃなくて PS なんですね。確かに。ゾロワークに進化させます。お、ゾロワーク120、体力が120になりました。前の番からいたポケモンは進化できます。ゾロワークにもう一枚つけますね。はい、はい、あ、待って、あれだ、これも進化させますね。はい、パラルジグザグマンとのパラルまっすぐ間に進化させますと。はい、おお、進化できてますね。そう、進化させるのはやっぱ大事なんでね。イノーネ進化させた方が強いの。進化させた方が強いです。だ体力が単純に上がります。あと強い技も増えますね。はい、じゃあポケモン入れ替えという。おー、出た。あ、ポケモン入れ替えグッズですね、使いますね。スカンビオ。はい、これはポケモン入れ替えは自分の場の、あ、バトル場のポケモンとベンチのポケモン入れ替え。あの、さっきはこれを逃げるエネルギー使わなきゃいけないんだけど、これ逃げるエネルギー使わなくていいんで、お、 EVV を後ろに下げてゾロワークを前に出しますと。はい、で、ゾロワークの、ドッポイオアーティグリオ。これ 40×なんだけど、かけるって何なんですか。ちょっとわかんないけど、40固定ダメージだと思ってます。ゾロワーク見ますね。ゾロワークドッピオアーティグリオラジオデボルテウナモネタ。ん、これ多分コイン2回投げるだぞ。クエストアタッコインフリゲ40ダニオギーボルタでエッセイテスタ。コイン2回投げて表の数かける40ダメージじゃねえか、さては。これはお、そうなのかな、ちょっとわかんないけど、わかんないけど、まあ、いや、いいです、自分はそれで、はい、じゃあ、じゃあそれで合意しますか。はい、はい、なんとですね、合ってます。おー、やったー。さっきのコインという知識を、コインの知識をね、まあ、自分別にこれ40固定ダメージ良かったんだよね、もう。そう、倒れるから、ね、そうだから僕はこっちの場合です。これじゃあ表2回ね、出ればね。いくよ。はい、あー、やばい、よし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 、もう一回、もう一回、もう一回、ゼロダメージ。なんだよ、わざわざやったのに。僕の終わりだ。1枚いきます。はい、マジかよ、今最悪なんだけど。鶴崎は解読したことによって防がれてる。マジか今。全然40ダメージいいと思ってたのに今。思ってる数かける40ダメージでした。ピカチュウ V に雷エネルギーをつけさせてもらうぞ。あ、やばい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 。そしてアンティグリーエレトリッチ20ダメージ。20ダメージ。はい。はい。じゃあ、終わりかな。はい、終わりです。この番ね。くぅー。じゃあ、これはさらに進化させます、ね。お、二進化ポケモンです。立ちふさぐまに進化させます、ね。ガラル立ちふさぐま。立ちふさぐま。こいつの、こう、下のやつなんでしょうね。フルミネ、200ダメージ。スカルタ、トゥテレ、エネルギー、ダ、ベストポケモン。多分ね、このポケモンについてるエネルギーを全てトラッシュするだと思うよ。まあそうが多いね、うん、基本はね。今ね、俺の考えてることね、はい、このゾロワークを、まあ、せっかくエネルギー2つもつけてるから倒されるのちょっともったいないなって気もするんだけど、うん、次のターン出てきそうだなみたいなことを思ってるんだよね、うん、で、その時に今このターンはこいつにエネルギーを張らずにこっちに張って、こいつをじわじわと育てて切り返して、今このドロッピオアーティグリオでもう一回コインとチャレンジでこいつを気絶させてっていうのが、まあ勝ち筋としてあれかなとか思ってます。うん、そっちにしようかな。じゃあ、はい、で EV の方つけますね。はい、 EVV にアクエネルギーが2個つきました、はいはい、一旦2回です。はい、 EVV ってもう E と V しかないじゃん。そうなんですよ、すごい EVV。 じゃあこれでいきます。はい、ドロッピオアーティギリオ。ほい、2回投げる。ほい。うわー、よし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 。あーこれで、ね、気絶だ。気絶だ。シックス、ありがとう。これで気絶すると、最後1枚取れますね。はい。はい、じゃあ、ピカチュウ V を出すぜ。はい。ピカチュウ V、いけよいしょ。じゃあ、1枚いきまーす。ああ、さっき言ってくれたら、さっき言ってくれたら、くそー。いやー、というわけでピカチュウ V に雷エネルギーをつけさせてもらうぜ。そして
フルビネ200ダメージ。あー気絶。スカルタートゥテレエネルギーでダークエストポケモン。多分このポケモンについてるエネルギーを全てトラッシュするだと思うので3枚トラッシュします。それでいいですか？それでいいで す, いいです。はい、合ってます。よし、すごいな。というわけで、すごいね、まあ、ドルワークで1枚シェフさんいただく、あ、サイドをいただくで。はいはいはい、いきますね。おお、なるほど。で、キバニアを出します。キバニアを、はい、じゃあエネルギーをじゃつけますね、はい、VV に。これで3枚ついたんで、おアミシーコラギオスイ、何ですかそれは。わかんないな。何ですかそれは。80プラスなんですよ。だから80よりちょっとダメ。80ね、これね、めっちゃ大事ですよ。こう、今ね、こう190だから、うん、これ20プラスされていれば、何かね、もう1回で、あの、気絶するだけで。確かにね、2回で。何ですかこれは。うなカルテ。1枚。ちょっと待って、ちょっとね、これのテキストと比べるわ。聖杯、ギオカート、ウナカルタ、アユート、アユート。じゃあ分かった。これ相手のバトル場に、違う、逆じゃん、これ。自分の、待ってね、いや、これも想像する。イーブイってポケモン想像する。イーブイはやっぱ仲間大好きだから、うん、自分の場にいるポケモンの数分ダメージ上がるんじゃない？適当。アユートってなんだっけ？さっき出てきたよね、アユート。アユートってあったっけ？アユートってどこあったよね。はい、ギオカート、ウナカルタ、アユート、ダラ、トゥアーマノ、ドゥランテ、クエスト、トゥルノ。このターンに、なんとかなんとかしてたら、クエスト、アタッコ、インフリーテ、80ダニービュー。だから80か160だよ、これ。多分、攻撃力。なんかしてたら80ダメージ追加だよ、これ。そんななんかしてるかな。何してるんだろう。何したんだろう。じゃあ、うん、じゃあこれだろ、もう攻撃するから、うんうん、ダメージローだけ判定してもらおう。いやそこはやっぱ決めてもらわないと。決めてもらわないと。もう最終的にこっちは80がいい、そっちは160がいいってコイントスで決定だよ。ラジオ今やっぱイーブンって進化好きじゃん、うん、だから進化させたから、1体でも進化してれば、あ、なるほど、160なんじゃない。なるほどな、160なんじゃない。これなんとしてもね、今ね、このね、なんとか、あと一発入れればの状態に持ち込みたいんですよ。いや、でも、ここに書いてある、進化、ファイ・エボルベレ・デイブ。進化、エボルベレなんだよ。あ、違う。エボルベレと書いてないから、これ多分違うよ。なんだ、それ。で、はい、ヒヨカとウナカルタ、アユと、たら、全くわかりません。いやもういいよ。このターンは、じゃあ、80ダメージ。80ダメージ。80ダメージ。やったー。このターン開けられた80で、うん、何だったんですかこれ答えは。多分見覚えがある単語があって、あゆうとね、あゆうとね、この番手札からサポートを出して使っていたなら80ダメージ追加。危ねえ、使ってねえんじゃないか。危ない。危ない。じゃあ80打倒ということで。うわ、それ知ってればさ、サポート残したりとかしたのにね。うわ、最悪。確かに。あゆうと、あ、あった、あゆうと、これか、虫取りじゃねえ。あ、これあゆうとだ、あゆうとだ、あゆうとだ、あゆうとだ。うわ、そういうことか。やられた。いやでもまあサポート直接貴重だからね、そんなないからね、うん、うわ。はい、正しかったということで、はい、じゃあ1枚いきまーす、はい、お、これはディグリアモンスチェ。カードを2枚引く。コイントスをして。あ、そうじゃん。そう、この手ならさらにもう2枚引く。いくぜ。うん、裏、まあまあまあ、裏です。2枚ですね。2枚いきます。まあ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 、シンクス。いや、危なかったな、さっきね。ちょっとピカチュウ倒れるのは困るよね。雷エネルギーをピカチュウにつけて逃げるぜ。おお、逃げた。うわ、すごい。そしてヤンパー、行け。なるほど、このまま番を返します。はい、行きます。このキバニアをカメハダに進化。わあ、進化がうまくいってますね。はい、じゃあこのシャルペードにエネルギーつけます。はいはいはい、アミシーコラーギオシー。80ダメージ。80ダメージ。70なので気絶します。はい、1枚いきます。じゃあ、シンクス、いけ。はい。1枚いきまーす。おー、今さ、今めっちゃね、今めっちゃ、うわ、ボスの知恵とかねえかなと思ってる。
ボスの指令ね、これボスの指令、ボスの指令っていうのは相手のベンチのポケモンを指定して前に出させるってね、結構そのポケモンカードだと最後の一手みたいに使うね。そうなんですよ、あいつさえ倒せればみたいな時に。じゃあまずシンクスをルクシオに進化、おう、そしてアユートホープアユートだ3枚カードを引く、3枚引きます、シンクスを置かせていただくで、はい、これは 何匹でも何匹でも置きます、はい。雷エネルギーを、どうしよう、これ悩ましいね、雷エネルギーをじゃあピカチュウ分にいってきますかね、はいはいはい、そしてスカンビーを、おお、ポケモン力、はい、シンクスを前に出す、ああ、はいはいはい、なるほど、これでバンを返します、はい、なるほどね、ウクシオはやっぱ進化させてるからちょっと貴重にした、そう、ちょっと貴重、ちょっと貴重だよ、はい、いきます、サメ肌にエネルギーつけますね、お、ついてるね、これで攻撃ができるんだね、はい、はい、2枚ついてる、アミーシーコラギヨッシー80ダメージです、80ダメージです、倒れてしまいました、はい、これでもう3枚ですね、やばい、はい、よし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 、ルクシオ行け、はい、ルクシオ一発じゃ倒せないね、倒せないですね、はい、1枚いきます、はい、これです、さあ、じゃあこれを使わせてもらうぜ、はい、本当かこれ本当かって、本当かこれはなんだ、これいいですね、どんどん何戦もすると効果分かってくるっていうね、アユートソニア、あー、アユートじゃん、ソニアなんだっけ、何ソニアって、意味不明です、 D カードなので今のスタンダードリレーションにありませんセルカネルトゥオマツオフィノアドゥエポケモンバセ、タネポケモンってこと、あ、マツオだ、山札の種ポケモン、マダポケモンを選ぶんだよ、あ、アドゥエ、ポケモンベースでしょ、フィノアドゥエ、ドゥエだから 2枚じゃない、2枚選ぶかな、2枚まで、お、おって書いてある、おはこれ多分おはだぞ、ドゥエカルテエネルギアバーセだから、ポケモンのカード2枚か、うん、エネルギーのカード2枚まで山札から選んで、山札から選んで手札に加えるだと思います、まあ結構これはポケモンカードサポートの強さを考えるときに ありそう、妥当だよ、妥当だよ、妥当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 、分かる、妥当、そのぐらいではありそう、それぐらいありそう、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 それでいいです、それでいいです、じゃあ山札からカード探します、ゼラオラと、まあ、ゼラオラかシママを持ってくるぜ、これゼブライから進化しますね、そう、じゃあゼラオラとブリツレイを出すぜ、じゃあ、はい、ポケモンを進化、うわ、レントラールックスレイ体力160です、そしてピカチュウ V にエネルギーをつけるぜ、おい、これで挽回します、はい攻撃できてないよ、サポートはたくさん使ってるけど、これは難しいっすね、サポートはたくさん使っております、これで相手の手札にボスの指令があった日にはもう大変なことになります、じゃあまあ一応つけとくか、ほい、立ち塞ぐ間に、ほい、スカールエナジーダークエストポケモンだから多分これもこのポケモンについているエネルギーを全て取らせる、なるほどね、まあ180だからっぽいよね、確かにっぽいっぽいよね、で、あーやばい、サポートカードが、いやーモセーを使います、これでコインを投げて、表ならいくよ、はい、よし、表だ、4枚だ、1、2、3、4、はい、いくね、で、アミーシーコラーゲオスイが80かと思いきや160だ、やばい、気絶、気絶、これで1枚引くと、よし、ピカチュウ V、いけ、じゃあ1枚引きます、手札を、シュ、とりあえずブリーツレイをゼブストライカーに進化ちゃんとイタリア語読みしてないいいね、俺全然日本語で言ってるから、ストルメントポジオネ、傷薬、傷薬じゃん、これは30回復だ、うん、ポケモンの体力を30回復する、明らかに30回復するのこれ、じゃあこのピカチュウ V に使わせてもらうぜ、はい、よいしょ、そしてエネルギーカード、ピカチュウ V につける、そして
フルミネ200ダメージ。あー、エネルギーを全て取らせた。あー、気絶。よし、これで V が気絶したから、 V が気絶したので山札を2枚いただきます。山札というかサイド、あ、サイドを2枚いただきます。はい、ほい、めっちゃポケモンっぽくなってきてる。ポケモンっぽくなってる。ポケモンカードっぽく。はい、じゃあ僕ね。はいはい、まあ、エネルギーをまあ立ち塞ぐまでつけます。はい、これで今2枚つけてるんですね。これちなみにヤバいです。ピカチュウ V がやられると、そう、負けです。まあジグザグを出しますか。はい、はい、ザ・ザニアフィーラタ70 70ダメージ、はい、はい、よいしょ。これ残り、70かな。残り70、やばいじゃん。はい、もう一回食らわせる。120、はい、じゃあ1枚いきます。はい、これどうするかだよね。どっちにするかだよね。これアイユーとか2枚あるんですね。アイユーとか2枚ある、アイユーとか2枚あるんですね。オディニデルカボボスの指令です。ボスの指令だ。え、ジグザグマ、うわ、倒されないように逃げるエネルギーが多いポケモンを前に出します。挽回します。うわ、これはやられた。いきます。うわ、なんだこれ、なんだこれ、うわ、なんだこれ、なんだこれ、わからないカードが来ています。うわ、なんだこれ。まあ、一旦とりあえずね、一旦ね、はい、つけてます。これはなんかコックさんがいるんだよ。はい、この効果はわかんないですね。いや、もうなんだ、まあ、今ね、できることが少ないんですよ。はい、これ出したのミスだったね、ボスの指令が逃げれないからね。そう、まあでもさっきのターン出してるから、もう一旦進化させる。あ、進化した。うん、そうだね。うわ、これの効果何なんだろうな。ピュライルトゥオポケモンアティボダ70ダニ。わからへん。うわ、これわかんねえ。70ダニって何？ポケモン70枚まで持ってくれるんじゃない？いや、もう出しちゃった。あ、使った。あ、コックだ。これ何なんですか、効果は。ちょっと僕わかんねえですよ、これ。クーラーだからあれじゃない、回復じゃない、なんかね、回復っぽいよ、ね、傷薬も回復だったよね。あ、クーラー、クーラークーラーエル、クーラーウノデイトオイポケモン。じゃあ70回復できるんだこれ。そうだね。あ、そんな回復できるんだ。あんま意味ないな今。キバニアしか回復しません。じゃキバニアを回復させておきますか。じゃあ、はいはい、で終わり。はい、1枚いきます。はい、うわー、もうこれもう最悪、出さなきゃよかったな。なんだこれは。とりあえずホップを使わせてもらうぜ。ホップね。山札を3枚いきます。1、2、3。はい、なるほどですね。これはまずいですね。とりあえずじゃあピカチュウ V に雷エネルギーをつけて、はい、外カーリカ、なんか雷エネルギーをつけたりするんだな多分。多分山札からマッツォって書いてあるから、でデュエカルテだから雷エネルギー2枚つけるんでしょ多分。2枚つけるぜ。はい、で山札は切るとかだと思うんだよな。はい、まあそうだね。ちなみにこれ山札がなくなったら負けだね。負けです。おちなみに正解は、正解、やった、自分の山札から雷エネルギーを2枚まで選び、このポケモンにつける、そして山札を切る。おー、いいじゃん。てかまあよくあるんだよな。よくあるよくあるよくある。はい、じゃあ僕いきます。はい、じゃあ使うか。お、無視少年、無視少年使って、はい、表4枚コインがでかいからこうちゃん両手で投げております。見てください、このカード、これがどういう効果か皆さん知っているはずです。なんだ、あー、ポケモン入れ替えだ。ポケモン入れ替えで、せっかくだからタチフサグマと、うわ、やばい、ハチクサグマのカルシオインフルエアトゥオで180ダメージ。あー、気絶。はい、これ持ってトラッシュを2枚獲得して僕の勝ち。あー、やったー、ありがとうございました。普通にやったな、普通にポケカやったな、面白かった。普通にポケカやった。全然効果のわからないカードが結構ありましたね。はい、ということで今日はポケカやってきました。はい、イタリア語でも面白いね。イタリア語でも、ね、面白い。なんかポケカ力でなんとかしたよね。ポケカの効果からのメタ読みみたいなのでやりましたね。全然効果がわからないのが面白いね。
ちょっとね、このデッキは今日使わなかったんですよね。後でこれでも遊んでみようかなって感じですね。うん、ということで、皆さんも、イタリア版で遊ぶ必要はないんですけど、普通日本語版もすごいいっぱい楽しいカードね、売ったりするんで、ぜひやってみたら面白いんじゃないかなと思います。ということで、ゲームの中のチャンネル登録、高評価などよろしくお願いします。それでは、さよなら。さよなら。